今回はアメリカ軍の攻撃ヘリ AH-1Z バイパーと AH-64 アパッチを紹介したいと思います。軍用ヘリが広く運用されるようになった1950年代、当初ヘリコプターは輸送用として使用されることがほとんどでした。時系や道路状況にかかわらず空から移動できるヘリコプターは車両より速く歩兵部隊を展開させることができる革新的な存在に。しかしヘリコプターは装甲が弱く生存性が低いのがネックでもありました。そこで武装ヘリコプターが誕生。汎用ヘリに機関銃などのドアガンを搭載した武装ヘリ。機体は既存のヘリをそのまま使用しているため武装化による重量増加、それに伴い機動性の悪化と問題点が山積みでした。そして攻撃専用のヘリを一から開発することに。1967年 AH-1 コブラが誕生しました。その後改良が続けられ AH-1W スーパーコブラ、 AH-1Z バイパーと現在に至ります。海兵隊の上陸作戦に欠かせない存在、攻撃ヘリ AH-1Z バイパー。上陸部隊が海岸に到着する前に出撃し、地上目標を攻撃、破壊する任務を担っています。バイパーはスーパーコブラの発展型ですが、ほぼ全て新規開発により作られており、もはや別物です。メインローターは2枚から折りたたみ式の4枚ローターへ。機動性、生存率、兵器搭載量、航続距離などあらゆる性能が飛躍的に向上しています。武装は機首部分に20ミリ機関砲、胴体横のスタブウィングにハードポイントを6箇所、空対空ミサイルではサイドワインダーが最大6発、対戦車ミサイルではヘルファイアミサイルが最大16発。第一攻撃では誘導ロケット弾が最大38発搭載可能です。武装ヘリと攻撃ヘリの大きな違いは座席です。輸送用として運用されることの多いヘリでは並列複座だったのに対し、攻撃ヘリはタンデムシート、縦に並んで座ります。その幅なんと1メートル。速度の大幅な向上と発見リスクの低下に成功しました。前後どちらの席でも操縦・射撃が可能になっています。高性能な照準装置により昼夜悪天候を問わずに遠距離にいる目標を探知識別、正確な攻撃が可能。汎用ヘリコプターの UH-1Y ベノムも武装していますが、ロケット弾のポットが2つとドアガンでの攻撃になります。
そして陸軍の AH-64 アパッチ。1984年に運用開始してから様々な改良が加えられ運用されています。これまで湾岸戦争やイラク戦争で大きな戦果を上げてきたアパッチ。しかし蛍光式の対空兵器などが登場し、ヘリコプターにとって大きな脅威となっている現状も。それでも対空兵器に乏しいテロリストなどの対テロ作戦では制圧に欠かせない存在です。最新の改良型である AH-64D ロングボウ、 AH-64E ガーディアンでは精密な射撃能力を持ち、性能が飛躍的に向上しています。ガーディアンでは特に情報共有能力が優れており、他のヘリや地上部隊とデータを共有可能。さらに無人機との連携が可能となり、無人機が捉えた画像などの情報をリアルタイムで受信、転送することができ、無人機への攻撃指示も可能です。ミリ波レーダーが搭載されており、1000個もの目標を探知識別できます。その中から脅威度の高い目標を選別し表示することが可能です。洋上目標モードが追加されたことで、多数の小型の艦艇、ドローンのような目標にも対応可能です。機首部分に30ミリ機関砲、最新型のヘルファイヤー2を最大16発、ロケット弾を最大76発、その他空対空ミサイル、スティンガーやサイドワインダーを装備することが可能です。アパッチは高い生存性を目指し改良され続けてきましたが、ガーディアンでは装甲防御力が大幅に向上しています。しかし地対空ミサイルの性能が向上するにつれ、攻撃ヘリの必要性を疑問視する声も。日本では昨年、陸上自衛隊の攻撃ヘリを廃止し無人機に置き換える方針が発表されています。高く飛べば防空システムに検知され、低く飛べば地対空ミサイルを撃たれてしまう。ヘリに戦闘機のようなステルス性を持たせることも難しく、偽証条件、生存性など問題点はいくつもあります。しかし戦闘状況、脅威の種類によっては攻撃ヘリにしかできない任務もあります。安価で大量投入されるドローンや小型艦艇、テロリストなど現代における脅威は様々です。まだまだ攻撃ヘリは活躍の余地があると進化し続けています。例えばガーディアンでは海上運用能力を手に入れました。搭載されるヘルファイヤーも対艦仕様があり、従来の対艦ミサイルに比べ非常に低コストです。さらにアメリカ陸軍はガーディアンに長射程対戦車ミサイルスパイクを搭載することに。スパイクは撃ちっぱなしの誘導ミサイルで、対空システムの射程外から発射することが可能で、生存性の向上につながります。短距離・近距離防空システムでの一般的な射程は5から10キロ程度なのに対し、スパイクの最大射程は25キロ。2021年に行われたテストでは、ガーディアンが32キロ離れたターゲットにスパイクを発射し直撃に成功しています。攻撃ヘリが誕生してからおよそ50年、その装甲はより強固になり、武装する兵器も驚くべき進化を遂げています。生存性を高めることに重点を置いた改良が重ねられ、設計されたバイパーとアパッチはまさに空飛ぶ戦車であり、世界最強の攻撃ヘリであると言ってもいいのではないでしょうか。